はい、皆さんこんにちは。パンフレット奏者の大塚進です。今日はですね、ちょっと演奏会のね、演奏会コンサートもですね、お知らせさせていただきます。ですね、日にちはですね、2月の13日木曜日午後12時20分からですね、12時50分まで、短い時間なんですけどもね、場所はですね、板橋区役所のですね、ロビーで演奏させていきます。共演はですね、今回はですね、ギターのね、素晴らしいギターのギタリストのですね、町田文義さんと一緒にですね、何曲かね、まあ、この30分の短い時間なんですけども、ロビーコンサートをね、させていただきます。ぜひね、もしお近くの方で、おいでいただく方はね、ぜひ遊びに来てほしいなと思って、こうやってお知らせをさせてきます。で、町田さんとはですね、ずっと長いことね、一緒にやってもらってるんですけども、今回は、まずメインはですね、皆さんご存知のですね、ピアソラのですね、タンゴの歴史という素晴らしい曲がございましてね、そのタンゴの歴史からですね、2楽章と3楽章を、ギターと一緒にね、町田さんのギターと一緒に演奏します。これはね、ちょっと聞き物なのでね、ぜひおいでいただけると嬉しいですね。ありがたいなと思います。で、それとね、それ以外にもですね、皆さんご存知のね、いつも演奏しているサリーガーデン、それから、ガブリエルの覚えとかね、それからギターの町田さんのね、その素晴らしいソロもありますので、ぜひ、ください。で、ピアソのタンゴの歴史はね、もともとフルートとギターのための曲なんですけども、で、4楽章ありましてね、で、そのうち今回はですね、2楽章、3楽章なんですけど、まあ、ご存知の方はご存知なんですけども、とってもね、素晴らしい曲です。それからとってもかっこいい、そのフルートで吹くんですけど、とてもかっこいい曲でですね、まあ、すごくいい曲ですよ。で、それで今回はね、このパンフルートとギターで演奏したいと思うんですけど、まずですね、日本では他のところでは多分、私の知る限りではね、どこでも演奏されたことはないというかね、私と町田さんだけしかね、この曲をですね、日本でやってる人はいないと自負しております。多分他のところでは聴けませんから、ぜひね、おいでください。で、とてもかっこいい曲でですね、ドラマチックなとこもあれば、すごくグッとくるとこもあればね、それからすごくリズミカルなとこもあればでね、まあ、2楽章、3楽章ですけどね、素晴らしい曲ですので、ぜひ遊びに来てください。それでですね、どんな感じかっていうのはおいでいただければ、もちろんお分かりになるんですけども、まあ、以前町田さんとやったね、コンサートの録画をですね、この後つけておきます。で、それはね、何年か前にやったんですけど、群馬県の前橋市でですね、前橋市の中に、ね、素晴らしい着物をね、創作着物を作る、お店がございましてね、西尾さんっていうところなんですけども、そこのその、素晴らしいスペースでですね、演奏させてもらいました。で、その時はね、確かね、皆さんご存知の、アメイジングレース、それから同じピアソロのですね、リベルタンゴ、皆さんご存知のリベルタンゴね、それからローズ、その3曲をね、録画したものをね、つけておきますので、まあ、それもご覧ください。まあ、なかなかね、よく頑張って吹いたなという感じなんですけどもね、まあ、そんな感じだということでね、ご覧いただければと思います。では、もう一度最後に言いますけども、もう一度言いますね。時間はですね、2月13日の、午後12時20分から、12時50分までの30分間ですね、板橋区役所のロビーでですね、町田文義さんと一緒に、ロビーコンサートを行います。ぜひおいでください。今日はね、とてもいい天気で、今日は1月の31日、1月の最後なんですけどね、とても素晴らしい天気でですね、光が眩しいですけれども、じゃあ13日ね、お待ちしております。ではよろしくお願いします。さよなら。皆さんね、夏の曲も少し演奏したいなと思いましてですね、書いてありましたでしょうか。アメイジングレースね、皆さんご存知の、そうしたいと思います。Thank you.
素晴らしい場所です。コンサートさせていただきまして、ありがとうございました。もう最後の曲になってしまいましたけれども、ピアストロのですね、リベルタンゴ、ギターとパンフルート編というちょっとアレンジされている曲なんですけれども、最後に、いただければと思います。どういうことですけども、せっかくね、今回西尾さんの方から連絡をいただきましてですね、ぜひ、ということでですね、今回初めて参りましたけれども、この機にですね、また機会があれば、よろしくお願いします。では、最後にですね、リベルタンゴ。ぜひ聴いていただきたいと思いましてですね。
あるいは事務の曲からですね、何かやろうというところですね。でも、いつもよく聴く曲だけではなくてですね、ちょっと珍しい曲もやろうと思いましてですね、思い出ポロポロという、ちょっとね、渋いあの曲になるんですけども、あの中にパンフルートの曲が入ってるんですよね。あその曲できないかって話になったら、その前回エンディングの曲エンディングの電車で戻ってますね、シーンの、ローズ